はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の特別キャンペーンは本日で終了となります。忙しくて時間が取れない方、勉強しているけど実力が上がっている実感がない方、そういった方はぜひこの機会に個別指導をご検討ください。本日までホームページの割引価格よりもさらに安い価格で個別指導を受講していただけます。理解学習ができれば、達見試験は1回で合格できる資格です。 やり方を間違えれば何度も落ち続けてしまうのも達見試験です。今年絶対あなたに合格していただきたいです。今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。キャンペーン価格でのお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらからお申し込みください。あなたの受講をお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。A が B に代理権を授与して A 所有の土地を C に売却する場合代理人 B が相手方 C に A の代理人であることを告げずその旨を C は知ることができたが知らなかった場合この代理行為は有効となる○〇か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで、えー、答えは丸ですね 代理行為をする場合、原則相手方に本人のためにすることを告げないと、その契約の効果っていうのは代理人に帰属するんですね。ただし、相手方が本人のためにするという代理人の真意を知っていた場合、まあ、つまり悪意の場合ですね。相手方が悪意の場合、もしくは知ることができた場合、相手方が有価質の場合っていうのは本人に効果が帰属します。まあ、だから答えは丸と。 ま、なるんですけれども、まあ、これですね、えー、一般的なこれ、解説がこんな感じなんですね。で、これを読んで頭にこれ入りますかねまあ、大体の人はこれ入らないんですよ。だから、ちょっと今回は簡単にこれ言い換えますね。ちょっと集中して読んでいただきたいんですけども、まあ、実際図を書きながら、え、読んでみてください。えー、代理人 B が相手方と契約をする際に、この相手方 B。代理人 B がこの相手方と契約する際に、 B が、これ A の代理人ですよっていうふうに言って契約をすると。B さんが、私は A の代理人ですよって言って契約をする。何も言わなかった場合、原則 BC 間で契約をしたことになっちゃうんですよ。B って代理人にも関わらず、A のためにするよってことを相手に言わなかったら、ここでの契約になっちゃう。BC 間での契約になっちゃうんですよ。これが原則なんですね。しかし、例外があります。例外っていうのは、この相手方 C が、 B さん何も言わなかったとしても、あ、これは A のためにやってるんだなって知っていた場合、もしくは知らなかったとしても、まあ、ちょっと考えたら、これ知ることできたよね、という過失の場合。この場合っていうのは、例外的に AC 間で契約が成立するんだっていうことなんですね。で、今回の問題文を見るとどうなるかっていうと、C っていうのは知ることができたが、知らなかったって書いてあるんですよ。 これ知ることができたっていうことは、これ有価質ってことなんですね。相手方 C は有価質ってことなので、今回のこの例外に当たるわけですね。ここですね。従って、この場合はもう本人と相手方、この AC 間での契約にしましょう。ということになります。従って、この代理行為は有効。つまり AC 間の契約になるということですね。だから、丸ということになります。まあ、こうやって、やっぱ噛み砕いて、え勉強していく方がわかりやすいですよね。 で、実際の解説が分かりにくい解説の場合っていうのはもう調べて、で、噛み砕いて理解をしていくってことをやっていかないとやっぱ難しいんですね。そして弊社の個別指導ではこうやって噛み砕いてですね、解説していきますので、理解がどん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 深まっていきます。なんで理解をしながら学習したいという方はぜひですね、個別指導をご検討ください。で、問い2ですね。宅建業者が営業保証金を取り戻すために広告をしたときは、 2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申し出がなければ、その旨の証明書の交付を免許権者に請求できる、丸かツかという問題です。え答えはツですね。営業保証金を取り戻そうと、えー、する者が、まあ、つまりこの宅券業者が、えー、広告をしたときは、地滞なく広告した旨を免許権者に届け出なければならないんですね。 今回の問題文は2週間以内となっているので、この点が誤りです。で、後半部分については正しい記述ですで。後半部分が論点になった問題って出題されていないんですけども、これ出題される可能性ありますので、合わせて覚えておきましょう。で、後半部分どういうことかっていうと、広告をして債権者がいなかったことを証明する証明書っていうのは、免許権者からもらえるんですね。そしてこの証明書を教託所に持っていって、 共託所から共託金、まあ、つまり営業保証金の取り戻しができるということになります。で、3番ですね。防火地域内または、準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造によるものについては、その外壁を臨地境界線に接して設けることができる丸かツかという問題です。答えは丸ですね。 え防火地域内とか、純防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のもの、つまりまあ燃えにくい構造なんですよね、外壁が。でそうなっている場合は、その壁について、隣地境界線、つまり隣の土地との,この境界線に接して、つまりもうギリギリまで近づけることができるんだと、まあ、いうことなんですね。で、ここでちょっと思い出してほしいルールがあって、それは民法なんですよ。民法では、え建物っていうのは、 臨地境界線より5 0センチ以上の距離を置いて立てなければならないんですよね。これ矛盾してますよね。民法では 50cm 離せって言ってるのに、建築基準法では境界線ギリギリに接して儲けていいんですよと言ってるわけですよ。で、これどうなのとで、これどっちが適用されるのというと、これは建築基準法が適用されます。で民法っていうのはう一般的なルールであって、個別具体的なルールっていうのは建築基準法で定めてるんですね。 だから個別具体的なこっちを優先するんですよ。だからまあ今回の場合で言ったら境界線ギリギリに接して設けることは可能だということになります。まあ、このようにつなげて考えることができれば、あ、そういうことなのかってなりますよね。でこの感覚が脳を刺激して頭に入っていくんですよで。この感覚をぜひですね、個別指導で多くのポイントで体験していただきたいんですね。そうすれば実力が上がるのも当然なんですよ。 なんでこのように理解をしながら勉強したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の特別キャンペーンは本日で終了です。忙しくて時間が取れない方、勉強しているけど実力が上がっている実感がない方、そういった方はぜひこの機会に個別指導をご検討ください。本日までホームページの割引価格よりもさらに安い価格で個別指導を受講していただけます。理解学習ができれば、 達見試験は1回で合格できる資格です。やり方を間違えれば何度も落ち続けてしまうのも達見試験です。今年絶対あなたに合格していただきたいです。今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。キャンペーン価格でのお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからお申し込みください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。